こんにちは、石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日のお題はゴールドイーグルがアメリカの代表コインになっている理由とはということについて話をしていきたいと思います。1つ目、1986年から発行されている1991年まではローマ数字。2つ目、1オンス、2分の1オンス、4分の1オンス、10分の1オンスがあります。3つ目、PCGS の70グレードを狙おう。4つ目、最近はサイン入りがおすすめと、この4つのテーマについて話をしていきたいと思います。うちのサイトでもですね、このゴールドイーグルっていうのは非常に人気が高いコインです。まあ最近入れてもですね、すぐ売れてしまってなかなか持ってられなくて、今日今これ持っているのがこちらの方が MS70 2020年の MS70 ですね。こちらの方がファーストデイオブイシュー、初日ロットってことなんですけど、まあ大体これ発売されて 1,2 週間で鑑定されるとこのファーストデイオブイシューっていうのがつくようになってます。もう一つの方がこちら2019年 W のバーニッシュですね。バーニッシュ仕上げの SP70、 こちらファーストストライクということになっています。比べてみて MS とバーニッシュってほとんど違いがわからないと思うんですが、両方とも最高グレードですし、ファーストストライクかファーストデイということで非常にまあ価値が出るようなコインになっています。まあ一番目のテーマの1986年から発行されているのがこのゴールドイーグルで、1オンスの金貨なんですけど、これ実際には33グラムぐらいあるんですかね、34グラムぐらいあって、22金なので純金の部分が1オンスと、純粋に金貨として1オンス、その他銀とか銅が入っているのがこのゴールドイーグルです。で、1986年から1991年まではこの年号のところですね、今ちょっとその古い金貨も全部売れてしまっててないんですけど、年号のところがこれは今アラビア数字、新しいものはアラビア数字なんですが、1991年まで発行されてから86、87、88、89、90、91ですね、もう6年間についてはアラビア数字じゃなくてローマ数字が使われています。 MC のなんとかっていう風に書いてあるんで、この違いを探すっていうのも非常に楽しいんじゃないかなっていう風に思います。で、まあこのいわゆるリバティの絵柄っていう風に言われているんですが、この自由の女神でも使われているこの立像のこの松明を持ってるタイプっていうのがアメリカでは本当に代表の絵柄になっていて、もともと1907年のハイリリーフ、もしくはハイレリーフですね、非常に彫りの深いアンティークコインがありました。これも本当の初期の初期ロットのものは2枚とか3枚とかしかないんで、今だと4億円とか5億円で売られてるような感じです。今持ってる人が誰かはわからないですけど、でその次に出たのが1907年のハイリリーフ、もしくはハイレリーフと呼ばれてる非常にこの凹凸がついてるタイプでした。でこれ凹凸がついてるのはコインを重ねた時に崩れてってしまうっていうことで、これが翌年からなくなってしまってもう少し平べったいコインになってったっていう経緯があります。で今のこのゴールドイーグルは当然重ねやすくなってるんで、割と平べったいものがこのリバティ、自由の女神像のゴールドイーグルに今なっていて、全部売れてしまって持ってないんですけど、2009年のウルトラハイリリーフ、もしくはハイレリーフの金貨っていうのが2009年だけ1回だけ発行されたものがあって、それはこう重ねにくいような非常に凹凸が出ているタイプの金貨でした。ハイリリーフ、ハイレリーフっていうのは要は彫刻が深いってことなんで、非常に凹凸感のある金貨がゴールドイーグルの元々のもので非常に人気が高かったので、まあ、今でもこのデザイン使われていてずっと残ってるような感じです。まあこれをセントゴーデンズと読むのかサンゴーデンと読むのかちょっとこれもわからないんですけど、アメリカの読み方がデザインしたこの自由の女神のデザインになって、で2番目のテーマですね、これコインはこれ今1オンスしか今日ちょっ とお見せできるのがないんですけど、2分の1オンス、4分の1オンス、10分の1オンスとあって、一番この高い大きいのが50ドル、2分の1オンスで25ドル、4分の1オンスで10ドル、10分の1オンスで確か5ドルだったと思います。つまりまだアメリカのドルという額面がついているので、これ実際に流通貨幣としても使えるというのがこの今のアメリカのゴールドイーグルの特徴です。で3つ目のテーマですね、このように PCGS と NGC とあって、 PCGS の70グレードを狙うっていうのがアメリカコインとしてはまあ基本的スタンスかなっていうふうに思ってます。 NGC がダメとかって言ってるわけではなく、まあ、PCGS の方が手放す時に売りやすいっていうのが一番のポイントなので、
NGC と PCGS と迷ってるとしたら PCGS の方が高くて売りやすい、手放しやすい、出口に出やすいっていうのが PCGS。 NGC の方はもう少し安く買えてちょっとだけ売りにくいっていうのが NGC だというふうに思っておくといいんじゃないかと思います。4つ目ですね、最近このサイン入りっていうのが、まあ、巷に出てきていて、前他の動画でですね、このサイン入りっていうのはレアカードみたいなもんだっていう話をしました。アメリカのコインっていうのはイギリスのコインに比べると圧倒的に発行枚数が多くてですね、イギリスコインが例えば500枚のところ、アメリカコインは2万枚とか出てしまうんで、同じ70グレードだと枚数はアメリカコインのが圧倒的に多いんですね。そこで考えられたのが、いわゆるファーストストライクとかファーストデイとかっていうふうに、もう一つ格が上がるものがあって、さらに格が上がるのがこのようにハンドサインですね、手書きのサインが入っているものがあります。で、今だと、まあ、これだとトーマス・クリーブランドさんっていうデザイナー、コインのデザイナーの人ですね。こちらの方はジョー・オーランドさんっていう PCGS の親会社かなんかのお偉いさんのサインが入っています。まあ、これ以外にもマーカンティーさんっていうデザイナーとか、モイさん、US ミントの38代目の社長だった人とか、あと創業者、この鑑定会社 PCGS 社の鑑定会社の創業者デビッド・ホールさんのサイン入りとかがあって、そこが大体大きなところですね。あと、まあ手書きじゃないんですけど、このセント・ゴーデンズ、サン・ゴーデン、このデザインを作った人ですね、そのラベルが入ったものもちょっと値段が高くなってるっていうのがこのゴールド・イーグルです。プルーフとMS 仕上げ、あとバーニッシュっていうこの3種類のこの表面の加工があって、まあプルーフが一番高くて人気があるっていう感じで、プルーフなかなか売ってなくてですね、手に入ってもすぐ売れてしまうんでないんですけど、まあそのようになっています。まあこれ MS とかバーニッシュが決して悪いわけではなくて、プルーフはすぐなくなってしまうんで、まあそれを探すのも一つの楽しみかなというふうに思います。まあ今日のまとめに入りますと、一つ目ですね、まあこちらゴールドイーグル、非常にアメリカの代表コイン、金貨になっていて、もともと1986年から発行されていて、第一世代は1991年までローマ数字が使われていると。92年以降は今アラビア数字になって、まあ、非常に定番で、アンティークの時代から2009年の単年度発行で1986年から継続的に出ている定番ということで、本当にアメリカの自由とか、まあ、正義とかを象徴するコインになってます。まあ、裏面はこのダブルイーグルですね、2ワというんですかね、のワシイーグルがデザインされていて、まあ、自由と正義の象徴のアメリカの代表の金貨になっています。で、2番目は、まあ、4つの種類があって大きさが違うということで、1オンス、2分の1オンス、4分の1オンス、10分の1オンスがあって、これ4枚セットとかで売られているものもあります。で、4枚セット結構安かったりするので、これもまた狙い目なんじゃないかなっていうふうに思います。2オンスまではいかないんですけど、2オンスに近いグラム数が出たりするので、まあ、割とお買い得になってる時があるので、この4枚セットでサイン入りとかっていうのをもし見かけて安いのがあると、まあ、ちょっと買ってもいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、3つ目ですね、 PCGS 社の70グレードを狙おうっていうことで、これさっきも言ったんですけど、別に NGC が悪いわけではなく、PCGS の方が価格は高いです。高いけど売るとき売りやすいんで、まあ安くて NGC を買うか、高くて PCGS を買うかみたいな二択になってくると思うんで、まあそれはご予算とですね、いろんな状況を見て、判断していくのがいいんじゃないかというふうに思います。で、4つ目、最近はサイン入りがおすすめってことで、まあこのようにトーマス・クリーブランドさんとかですね、ジョー・オーランドさんとかが最近のサインで、ちなみにデビッド・ホールさんのサイン入りはもう入手がほぼできません。新規で発行されることはないんで、昔のものを見つけたら、買ってみるっていうのも一つの手なんじゃないかというふうに思います。まあ、今日は、アメリカの代表コインということで、ゴールドイーグルの説明をしていきました。今日の動画でですね、また、参考になった、食べになった、そういうふうにゴールドイーグルっていう歴史があるんだっていうのがもし、参考になった人はですね、ぜひいいね、高評価とかコメントいただけると嬉しいです。あと、まだチャンネル登録をしていない方はこの機会にぜひチャンネル登録をしていただければと思います。今日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。